みなさん、お鍋の季節ですよ。はい、もつ見えないけど、もつ鍋。はい、これね、もつ、キャベツ、豆腐、もやし、ニラ、キャベツ、ニンニク、えのきって感じですね。いただきます。じゃあ、もつちゃんからね。いただきます。うん、久しぶり。おいしい。これキャベツね。うん、あー、おいしい。うん、最近だんだん涼しくなってきたから鍋の季節ですね。もつとこれニラともやし。うん、ニンニクちゃん。うん、うまっ。あー、ニンニクいいね。生き返る。うん、最高。あとね、白滝ちゃんもいたね、これ。娘白滝ちゃんもいました、これ。はい、鍋のね、余り汁にこちらをぶち込んでラーメンを作ります。あー、ぶち込みました。あー、もつラーメンの完成でーす。あー、てんこ盛り盛りになっちゃったね、これね。すごい、汁がちょっと見えてませんけど。はい、じゃあいただきまーす。うわー。うん、あ、白滝ちゃんも美味しい。うん、美味しい。朝ラーですね。朝ラーを決めます。これ七味とかかけたら美味しそうだね。うん、この袋麺初めて食べたけど美味しいですね。うん、もつちゃんもね、朝からニンニク食べれて最高だね、これ。ハッピーラッキーエブリデイ、ニンニク祭りだわ、シャイシャイ。はい、ちょっと味変に七味ちゃん。じゃあ、もつとラーメンを一緒に。うん、うん、はい、これとろろとオクラネバトロあえ、これ作っていきたいと思います。オクラと大葉とごま、とろろ、これにめんつゆ入れて混ぜていきます。はい、完成しました。イカのなんかを作ってます。これ旦那特製イカのごろ焼きだそうです。あとこれね、豆腐期限だったからちょっと焦げだね、これね。あとこれなめこ汁ね、豆腐とわかめの。いただきます。ちょっとこれから実食してみるわな。うん、おいしい。うまいですね。うん、最近ナルシスでなんか自分も映りたがってやばいです。これシャシャってきてんの、これ。なんかさ、スマホ置いてなんか自分で YouTube 撮るまで動画しだして、で映りたがりになってきてちょっと困るんですけど。じゃあこれなんだっけ、イカのゴロ焼き、イカのゴロ焼き、じゃあいただきます。おいしい。ニンニク効いてるね。効いてる。うん、ニンニクが効いてて美味しいです。あとこれね、豆腐がね、賞味期限だったからまだあれ、磯辺揚げ作りましたね。うん、うん、ちょっと今回レシピガン虫でね、あの豆腐ちょっと入れすぎましたね。うん、うん、これなめこ汁いただきます。うん、美味しい。うん、うまいです。アンパンマンのこれマグネットのおもちゃで遊んでます。おー、上手です。おおー、すごい。初めてやったとは思えないですよ。大量ですね。はい、旦那さん。はい。